九州はほぼ島津家の手に落ちております。我らは島津を倒し九州を平定します。あれなるが島津の次男義弘です。彼らは豪遊にて鬼島津と恐れられております。まずは満足。やるな、バッバ。女か。女ではない。橘だ。橘銀千代。はぁ、豪遊鎮西一。私の天下統一の夢、誰にも止められん。島津を天下にひれ伏せさせるんじゃ。宿敵島津を破り、橘の名を世に知らしめる。橋を落とせ、孤立させよ。やは鶴ヶ城をダッシュ、島津攻めの拠点とするぞ。圧倒的な物量さ、完全な負けです。そう、猿の散歩を拝みに入る。そんな神社の増言驚かせてやるわい。貴様ら殺された橘一族の恨み、橘銀千代は晴らしてくれん。橘が討ち取った。見事にです。あれは島津の国軍戦です。釣りのぶせ、敵を引き付け包囲し殲滅。これ式は橘なれば当然だ。さて、一旦引いて軍を整える。始末の策を力で打ち破りおった。その豪遊、まさに鎮西一よ。父上より譲られし刀、橘の敵倒してみせる。名のある武士とお見受けいたせ。橘が討ち取った。その分まさに戦場の花じゃな。いざ尋常に勝負。これ式は橘ならば当然だ。敵将、橘が打ち取った。やるぞ。
ち尽くされ。その攻撃にタブルを割られた男がもざくわ。見事ほれぼれする働きだ。まずは満足、行くぞ。時間だ。水が下がっている間に本陣を落とせ。敵の注意を引きつけよ。騎兵に合図を送れ。鶴ヶ城を奪還し、豊臣軍の先制を断つのだ。敵将、橘が討ち取った。やるではないか。これ式は橘なれば当然だ。よき仇、参る。惚れ惚れする話じゃ。獲物がかかったぞ。突撃せよ。この手で討ち取るまで私は負けられぬのだ。兄の危機じゃ。兄を失ってはならぬ。行くぞ。いざ戦わん。見事取ってみよう。おき敵マイル、一族の王敵始末。橘の名誉に懸けて闇を見えるはず。強かった。もっと奥から分かる。何も言うか。橘は強い。それだけだ。
硬い意地で切りにくそうな男だな。貴様に言われる困難でのお前が生き様を立ち立花も遠い季節立花が討ち取った。よし、その調子だ。敵将、立花が討ち取った。敵将、立花が討ち取った。しまった。誇りなく生より、むしろ死を。